現代のピュアの工藤康史です。今日は中国の問題で議論を行いたいと思っております。世界は現在極めて不安定な局面にあります。その背景の一つはアメリカのトランプ大統領の中国第一主義の動きなわけです。世界が主導する自由で、そして多国間主義に基づいた世界のリベラルな秩序が非常に今大きな困難に直面していると。で、面白いのはそうした動きに対してその秩序に挑戦するはずの中国がですね、その自由で開放的な現行の秩序の擁護者として発言を強めているということです。その中国の姿勢をどのように見ればいいのか、それが今日の論点になります。では早速ゲストを紹介させていただきます。まず私の隣がですね、東京大学大学院総合文化研究所教授の川島真さんです。川島さん、よろしくお願いします。そして国際経済研究所出席研究員の伊藤慎吾さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。最後が防衛研究所地域研究部中国研究室主任研究官の増田正幸さんです。増田さん、よろしくお願いします。では早速議論を進めたいところなんですが、昨日ですね、2日間にわたって言論評論に参加している有識者の方に緊急のアンケートを取らせていただきました。今皆さんにもそれを配布してますが、今回の議論にとって非常に意味があるので、これを簡単に説明させていただいてから議論に入りたいと思っております。まず今年は日中平和友好条約40周年で、日中関係の関係を今後非常にどういうふうに強化していけばいいのか、この関係改善の動きをどう評価しますかということで、これを賛成する人が 84.6% ですから、ほぼ9割もあるということです。そして中国なんですが、習近平体制がかなり強権的っていうか、自分のその力を強めていますが、こうした傾向、つまり独裁的な個人的な独裁的な傾向がだというふうに思いますかという点では、そう思うという人が 68.5%、どちらとも言えないというのが 20.3% でという形になっています。それから中国は今の現行の世界の秩序に対してどのようにチャレンジしていくんだろうかということの問いかけなんですが、最終的にはですね、2つの秩序が併存していく、で衝突を続けることになるというではないかと、将来はそれが 44.1% で一番多かったんですが、あとは2つが分かれてまして、1つは中国は既存の国際秩序の範囲内で発揮するにとどまるだろうと、現行制度の中でということが 26.6 で、そしてあとは分からないというのが同じ 25% あるということです。そして今自由貿易ということが非常に困難な状況に入っているんですが、中国が自由貿易の機種になれるかということですね。中国はそういう発言をして、確かにそういう役割をしつつあるんですが、でしかしそれを担っていけないだろうと、自由貿易の機種にはという人が 74.8% で一番多いと、で現時点で判断できないという人が 21% あるということです。で続いて米中貿易戦争はどっちが利があるのかと、でこれはどちらの行動にも賛同できないということが今7割近くあるということです。多分ですね、これはアメリカの動きがやっぱり良くないんですが、それに対して報復をしていくとか、そういう動きの今の状況、貿易戦争になりかねない傾向に対して危惧をしているんだというふうに私は判断しています。それからその中で日本はどんな行動をしていけばいいのかと、中国の影響力が強まる中でですね、というなんですが、一番多かった半数近くはですね、今の現行の秩序を維持するための枠組みを多国間で形成して、日本がいろんな多くの国とコミットメントをして求めていくと、多くの人にコミットメントを求めていくと、それが半数近くあると。あとは中国の一帯一路などの問題を単なる批判するのではなくて、共同でやっていけばいいんじゃないかというのが 25.2% で、対抗してインド太平洋戦略など新しいアジア戦略を進めるというのが 11.9% ですから、基本的に対抗していくという声はよりもいろんなこう穏やかな動きと、それから中国にも協力するという声が強い。ただ日本が今後の国際秩序の中でどういうような立ち位置を持っていくのかという点なんですが、やっぱり日本は戦後こういう自由リベラルな国際的な秩序や多国間主義に基づいて発展させていくした国だということを考えれば、やはりそういうことをきちっと日本は独自に主張しリーダーシップを取るべきだということがやっぱり 33.6% で一番多いんですね。でただ次に多いのが
やっぱり今までのアメリカとの同盟関係だけにこだわるべきではなく、中国を含めさまざまな国と の関係の正常化を進めるべきだというのが次に 28% あります。そしてその次にあるのは、日本はアメリカ以外の先進国ともっと連携していくべきじゃないかというのが 21.7 で、アメリカとより強化するというのが 4.2% しかなかったと、まあ、いうふうな傾向なんですね。これが多分ですね、不思議なことに こういう調査サンプルが多くなるとですね、大体傾向が一つのところに収斂してきますので、多くの人たちはこういう認識を持っているんだと、知識層はそう見ていると言っても今段階では間違いないと私は思っているわけです。まあ、こういうことを参考にしながら皆さんと議論していきたいんですが、まず一番初めにの議論はですね、まあ、要するに中国というのはの本音ですね。私が関心あるのはこういうその世界の大きな地上形成の中でですね、中国はどういうふうなその国際的な地上を求めているのか、それに取って代わろうとしているのか、どうしたいのかと、そういうことをなかなか分からないわけですね。で、習近平さんのいろんな全人代の発言を見てもですね、世界の統治システムに対して建設的な発言をしていくと、つまり現行システムに対して中国的にはいろんな提案をしていくということですから、やっぱり世界の地上に対して中国も非常にこの発言力を高めていくと、影響力を高めているということは分かるんですね。あと新型の関係を作るというんですが、まあ、言葉は分かるけど中身が分からないという状況になってますから、まずそこから皆さんと話をしたいと思います。まず鹿島さんからよろしくお願いします。どうでしょう。はい、まあ、ご存知のように19回の党大会のところで、まあ、新型国際関係ですねと、いうのを提起をするわけですから、経済的な関係に基づいて、ウィンウィンの関係を作って、そのウィンウィンの関係が、まあ、後に外交部を補った言葉ですが、まあ、保有権、友人権を作って、それがこうウィンウィンですね、パートナーシップになっていって、そのパートナーシップというものがさらに発展をして、まあ、運命共同体に至るという、そういうような作りになっているわけですね。で、それは、そこに民主主義っていうことは入らないわけでして、民主主義を媒介としないような国際関係というのは従来とはだいぶ違う秩序になります。で、加えて、面白いのは2050年にそれが達成されるわけで、その時に中華民族が世界の民族の頂点に立つということを言っているので、うん、そうした意味ではパワーというものも同時に進むわけです。ただ、うん、面白いのはそれを33年後に設定したわけですから、うん、随分の時間がかかるというのが1点目です。で、2点目はですね、中国から見た場合に、世界が、自由貿易あるいは自由主義的な空間であり、かつ民主主義的な空間であった方が中国に望ましいということですね。つまり中国が相手と貿易をする場合に相手の国が関税が低い方がいいわけですね、当然ながら。ただ中国は違いますよという話ですね。他でしょうか。つまり相手の世界の空間が自由貿易的であった方が彼らは物を売りやすい、物を買いやすい。また加えて世界が、まあ、特に先進国が民主主義的であって自由である方が宣伝もやりやすいし相手に浸透しやすいわけですね。ですから世界がそうであれば望ましいわけです。ただし自分はそうならない。でも中国はそれにすぐさま敵対はしませんで、 WTO にもちゃんと入るし、世銀とも IMF と対話をして、協調的でありながらそこにタイムラグを作るわけですね。我々は自分の国に国情があってすぐさま応じられないから長期的に応じていくっていうふうにしてだんだんとやっていきますけども、まあ、少し先ですよと言ってそこにこう時間差を作るわけですね。で、結果的に中国自身はファイアウォールを設けて外から内へ入れないようにして自分は出ていくっていう、そういうことを作るわけですね。ですからそれがその中国というのは自分自身ではあまり民主自由じゃないのにまるで自由貿易の機種であるかのように振る舞えるのはそのためであるということになるわけです。ですから非常に長期的には取って代わろうとするというのが見えますね。3つ目、簡単にもう終わりますが、1対1路にしても何にしてもその新しい新型の国際関係の実験場なわけですけれども、そこにはある種、まあ、中国の権威というかそれは示されますね。いっぱい国の首脳を集めたりする。それから相手が自分のことを聞かない場合には当然ながら脅すだけの道具を持っている、経済力、軍事力その他。でも中国は同時にその利益の分配していますね。相手にも利益を与える。もちろん中国の利益の方が大きいけれども利益分配はしている。ところがですね、ないものがあるんですね。それはそのルール作りですね。ある種の、まあ、ルール的な規範あるいはガバナンスと言ってもいいですが、そこはなかなか作れないんですね。ですから一対一論のところでいろんなものをばらまい、公共財もまいてるし利益も分配してるんだけども、一
人が一方北京に集めてやることっていうのは商談会ですよね。利益分配会やるけども、そこで細かいルールを作ることはしない。その部分が彼らの今の難しいところで、習近平はまあ軍事力よりも経済が強いから経済が先に行くわけですけれども、そういう意味で言うと軍事力が追いつくのに時間がかかると同時に、規範ルール作りをするという能力を持つにもだいぶ時間がかかるので、しばらくはある程度は協調的に世界のルールと協調的にやっていくという話になるんだと思います。うん、ちょっと申し上げます。確かにそうだとすればですね、まあ、ルールを作れない、まあ、今の状況の規範の中で協調的にやっていく、しかしお金、金とか勝つとかそういう状況になってくるとすれば、彼たちが言っている運命共同体というのは中国の勢力拡大にの前提にした運命共同体という形になっていきませんか。つまり経済力を前提にしますので、うんうん、2050年段階で中国が世界第一の経済大国になっているのは大前提なんですね。うん、ですからどことどういう1対1で交渉すれば絶対中国が勝つという状態、うん、つまり世界の民族の中で中華民族がトップに立つという状態でありながら、利益分配をやるからみんなもウィンウィンでいいでしょっていう、その何がどうウィンウィンかという解釈は全部中国がするという話ですから、当然ながら自国に有利な状況は作り上がる、うん、だけど皆さんにとってもいいでしょっていうのが中国の言い分なわけで、うん、そういう意味では中国に都合のいい世界が出来上がるかもしれませんが、うん、中国にはまだ中国版 WTO、 中国版 AMF、うん、中国版世銀を作るだけの用意はない、うん、できない、つまりできないということですね。2050年できるかもしれませんけれども、うん、現段階では作れない、うん、ということだと思います。はいはい、伊藤さんはどう見てますか、中国の世界秩序感。まあ、基本的にはですね、まあ川島先生がおっしゃった通りだと思います。で、まあ、私から付け加えさせていただくとすれば、その中長期的にですね、そのよりまあ民主的で、自由貿易主義的なその国際秩序の中に、まあ、中国も入り込んでいって自らがそのリーダーシップを取るということをしたかったんだと思いますが、トランプ政権の誕生によっていち早くですね、中国がどういう国際秩序をどれぐらいのタイムスケジュールで作っていくのかということがまさに突きつけられているということだと思います。うん、スピードアップしていると。そうですね。で、特にまあ今年は改革開放40周年にあたりますので、習近平政権がまあどれだけ本気で改革開放をやってきたのか、またこれからやる気があるのかということをまあ突きつけられているという状況にあります。うん、まあ、そういった中ですね、知的財産権を本当に守るつもりがあるのか、まあ、補助金をですね、大量にまあ企業に提供して、それによって市場経済を歪めたりしているということに批判がありますけれども、また国有企業の在り方についても今いろんな形で批判を浴びているわけですが、それについて早く答えを出しなさいとまあ突きつけられていると。そこがまあ今中国の非常にまあ厳しいところだと思います。うん、ただし、まあ、トランプ政権のやっている措置が WTO のルールに照らし合わせた場合に、まあそれに違反する行為でもありますから、中国としてはまあそこをうまく使ってですね、自分たちがまあその自由貿易主義、多国間主義のまあ守護者であるというまあイメージを作り、ここでうまくやっていけばですね、国際公共財を提供する中国というイメージ形成にもつながる。そういう意味では非常に厳しい状況には置かれている一方で、ここをうまくやれば中国 の、 その世界におけるリーダーシップを確立できるチャンスでもある、うん、そういう状況かと思います。伊藤さんね、その今の話なんですが、つまり伊藤さんから見るとすると今の貿易戦争というのはどういうふうに見るのかと。で、確かにその自分たちの利益にならないものに関してある程度のコストを高めるとということをやる、そのトランプさんやってることは非常に問題なんですが、しかし一方でアメリカ社会なりいろんなところの中では、中国の国家戦略的な産業政策となり、いろんな動きがもともと不均衡なの、いろんな問題があるためにアメリカがやってることは正しいんではないかとという見方もありますよね。ルールから見れば問題なんですが、伊藤さんはどういうふうに考えているんでしょうか。はい、まあ、その WTO に入った当初の約束については、うん、ある程度ですね、中国もちゃんとやってきた面はあろうかと思います。うん、ただし中国が輸出競争力をつけ、またその所得水準も上がりですね、世界的な影響力が高まっている割には、もっと開放を本来してもいいんじゃないかという、まあ、見方が先進国などを中心に高まっているという状況だと思います。そこの要求を中国が満たせているかというとまだ満たせていない。そういう意味ではそのトランプ政権が中国に要求している内容そのものについては賛同する声があるというのは確かにその通りだと思います。
ただしその手段としてその WTO のルールから逸脱した形でですね、中国に要求するということに対する戸惑いが広がっているということだと思います。というのももし同じような手段を自国が受けた場合にどうなるかと、こういう危機感をやっぱり他の国は感じざるを得ないからということだと思いますね。ちょっといっぱい聞きたいことがあるんだけど、とりあえず増田さんどうですか、安全保障から見て中国の狙いは。そうですね、お二方の先生がおっしゃる通りだと思いますが、中国がリーダーシップを国際社会に取っていくという、意思は表明しているところですが、その一方で必ずしも軽い方になりますが、イケイケどんどんではないといいますか、できないところが多い。例えば党大会、19回党大会の報告でかなり多く使われたキーワードの一つが安全という言葉なんですね。今回、安全という言葉は、55回出てきている、習近平の報告で、これが未だかつてない、その中でナショナルセキュリティ、国家安全という言葉は18回こう出てきていると、で、だから一方で、この今回、昨年の党大会の報告で、一般的には中国は強国路線を打ち出したというふうに言われて、強い中国ということなんですが、その一方で、包囲されているであるとか出口がないだとか、そういう安全保障の面でいうと国内外のリスクへの強調というのはかなり強められているということで、危機感の表れということでも多分ある。一帯一路についてもですね、基本的には経済の、コネクティビティ強化の話だとは思いますけども、やはりアメリカとの関係に頼りきれないという中で新たなフロンティアを外に求めたという側面がありますので、そうした意味では必ずしも中国にとっては今時代は我々 のところにあるというふうに完全に思い切れてないというふうには思いますね。ちょっと皆さんの話を聞いて、かなりいろんな論点とか関心があるテーマがかなりあるんで、ただ時間があるんでちょっと私の方から聞かせてもらうんですが、さっき川島さんと伊藤さん言ったところに共通してるんですが、つまり自由なシステムっていうものは中国にとっては今かなり利益、中国の経済行動にとって非常に利益だと。ただ中国のこの前の全人代の動きを見ると、確かに解放された経済を強化する中で経済の生産性を上げていくっていう、つまり基本的には中国はそういう形を目指していきながら、その中に共産党の指導体制を維持するという、その果たしてそれが可能なのかという一つ大きな問題がちょっとあったんですね。で、ただそれが可能だとしてもですね、仮にじゃあ今回のトランプがやっているこの刃をどういうふうに中国は自由貿易の機種としてこれを戦略的にこう実現することが可能なのかと、中国にとってですね。で、万が一中国が報復関税をして完全な貿易戦争になってしまうと、もう全部壊れてしまう、基盤が壊れてしまいますよね。だからその答えはある程度協調に持っていかない限りダメなんですが、単なるその宣伝戦だけじゃなくて具体的なことがなんか問われてきているような気がするんですね、中国の戦略から見ても。で、それをどう見ていけばいいのかということで、返しますので伊藤さん聞きたいんですが、まず言えることは、中国にとって世界が自由であることが望ましいけれども、中国自身は自由にはならないわけですね。ですのではっきり言ってしまうと、中国自身と同じようなコピーが世界にたくさんできると中国は実は困るんです。ですので トランプさんが今回関税を上げた、中国もともと関税高かったわけですが、トランプがどちらかというと自分の国だけのことを守る秩序よりも自国を守るために愛国を取ったことは、ある意味で中国的な行動を取ったことは、中国からすると非常に困るわけ、困るんですよね、非常に困る、中国的ですよね、困るので、本当は違うんだけど。ですので WTO を利用していくしかない、あるいは WTO として一個一個報復してノーというしかないというのが中国側のスタンスだと思いますね。伊藤さんどうですか。私は中国自身にとっても解放は必要だというふうには中国自身は思っていると思います。ただしその自分のペースでやっていきたいということだと思うんですね。で、なぜ解放が必要かということですけれども、例えば爆買いが起こっている、起こったということがありましたけれども、その結果として中国の
国内の小売店などは結局まあ困ってしまったわけですよね。ですからまあその例が示すように中国自身も開放していくことは自分たちにとっていいことだというふうには思っているということだと思います。ただしそのじゃあ早いスピードで開放した場合どうなるかということを考えますと、やはりまあ国有企業がどうなるかというところは大きな問題になってきます。そこに対するまあ不安がやっぱりあるんですよね。で一つはまあ国有企業がダメになったときにその共産党のまあいわばレゾンデートルとも密接に関わってきますし、まあ、現実的な問題として、企業債務の半分ぐらいは国有企業だと言われています。激しいまあ競争の中で国有企業がダメになった場合にそれが経済に大きな下押し圧力を与えるかもしれないということで、まあ、そこがまあ非常に成り立ちにくい両立しづらいところだと思います。じゃあそこでどうするかということですけれども、今はまあ自発的に開発できる開放できるところはやっていくと、しかし、一足飛びでやっていけない場合には、EU などとその新しい WTO のルールを作っていきましょうということで話を始めています。特にまあ批判の強い補助金のあり方について一緒に話そうというようなことをやっています。そういう、まあ、新しいルールを作っていきますという姿勢を見せることで、まあ、変わっていく中国を示すこともできるし、一定の時間も稼ぐことができると、まあ、そういう戦略に動いているのではないかと思います。その話はちょっと関心があるので次の時間分ちょっとこっちに移して聞くんですけど、今の WTO の問題でちょっと言えば2つ大きな問題になって、1つは秩序形成の問題が WTO 自身がもう力を失っていた、あと紛争処理の問題があるんですね。で今回紛争処理の問題ですけど裁判官がいないとかアメリカのおかげでですよ。ただそのもしかこれを本気で WTO 改革をするっていうんであれば紛争するメカニズムを本気で変えるとかいろんなことを変えなきゃいけないんですが、中国は本当にその気持ちがあるのかとあるという問題が1つ、それがもう1つはアメリカを本当に困らせるためには中国が TPP に乗ることは困ると思います。しかし TPP に乗る今の話でその例外措置として国有企業とか何かをやるというところまで中国が決断ができるかと、つまり本当にアメリカを困らせて世界の自由的な秩序の中でアメリカというものの力を大きく後退させるためにはそれぐらいまでの戦略を中国を考えてもいいんだけど、それは今の話だったら無理だっていう、そこまでの展開は難しいということなんですね。そうですね、TPP に入るということになるとやはり国有企業の問題などが出てきますので難しいと、ですから、その代わりではないですけども、例えば RCEP を加速するというような形でよりまあ開放的な姿勢を示す、というようなことは十分考えられると思います。松田さん一言だけね、結局中国は1950年までどこまで軍事を拡大するって言ってましたよね。どこまでこう、拡大すると最終的な安全保障のメカニズムを中国は世界的にどういうふうにイメージしてるんでしょう。正直よくわからないということなんですけども基本的には、2049年建国から100年までに世界一流の軍隊を作るというこういう言い方をしているわけですね。でその世界一流といったときにこれ一体何を意味するのかとなるとこれは極めて曖昧な言葉で、で中国の中でも議論があったのはこれをどう英語に訳すか、ナンバーワンと訳すかどうかっていうのを新華社がなんか一部議論してまして、そう訳さなかったわけですね。あくまでそれは侮られない軍隊を作るという意味であって、でもただどこの範囲で中国の軍事力の発展を見るかということなんですね。従来昔であれば例えば米中のパワーバランス、軍事的なパワーバランスを見るときに単純に比べてもですね、それはアメリカにかなわない、未来英語かなわないという結論にならざるを得ない。ただしですね、今は中国のどこがアメリカに弱いところなのか、あるいは中国がどこが強いのかということで、中国近海というか中国に近いエリアでは軍事バランスがかなり変わってくる可能性が今出てきていると。でそれは中国の、軍事力、装備の発展状況、あるいはその数の増強、さらに言うとですね、グレーゾーンと呼ばれる、軍事力と他の法執行能力、いろんなミリシアだとかそういったものを総合的に活用することによって、実体的に A2AD を近海では実現してしまうという、こういうところに、今近づいてきているという感覚はあります。だから米中全体としては全然差はある、しかし中国は強い戦域というものが今生まれてきているということで、それをなるべく
軍事的なものを表に出さずに、アメリカの虎の尾を踏まない形で中国が強い戦域をこの周辺には作っていく、まあ、それをまあ頂上と呼ぶのかどうかは分かりませんが、まあ、そういった方向に今動いているという感じです、ね。なるほどね、はい。でちょっと話をもうかぶってきてしまっているので、もう話は始まっているんですが、でもう一つの関心は中国のこの前の全人代その他で憲法改正があってですね、これまでの鄧小平のところとがらりと変わって大転換をしているように見えると、まあ、少なくともあれですよね、党の指導っていうことを憲法上でもかなり条文とし続けてるし、それから任期を撤廃していると、つまり習近平に伴うかなり大きな力の集約、つまり法治っていうよりも個人、自分が個人をベースにした形になってきていると。まあ、ただそれを目指すことによ、それをた体制を作ることによって中国は何を実現しようとしているのかという、まあ、さっきの話にちょっとかぶるんですけど、ただ中国だけの視点で見ると中国は何を実現しようとしているのか、そこを皆さんにちょっと教えてほしいんですが、川島さんからどうでしょう。共産党の一党独裁体制を維持するというのが多分第一義的な目標なわけですね。でその次にこの目まぐるしく動いている世界情勢、国内情勢に適切に迅速に対応する体制をどう作ればいいかというところで、まあ、集団指導体制を維持するにしても中央なりトップの人材に、まあ、強い権力を一定程度集めて決断をさせていくしかないということですね。でそれで例えばその人のところに権力を集めると、ですから7名 の今集団指導体制は維持しているけれども、うん、習近平に権限を集めたい、からまあそのより一層先にですね、1人に権限を集める党主席制というのがあるわけですが、党主席の方にはいかなかったと。だけども彼に権威を集めるためにまずやったことは36年間変わらなかった主要矛盾を変えていくということをやったし、うん、それによって彼は毛沢東鄧小平ランクになったんだというレベルになったという、そういうものになるわけですね。で憲法で今度その次もできるかもしれないという、国家主席がまあ3期できる可能性が出てくるというふうになると、レームダック化しないわけですね。つまりこの後半の5年間の3年目4年目になると普通次は誰だって話になりますが、これによってまあ習近平は最低10年間は力を発揮できるというふうになって、次があるかもしれないというそういうふうに見せることが可能になるわけですね。そういう意味で非常にこう中央に力を集めていき、即断即決のそういう権力を作っていく、これはまあ理解できますね。ただ今の中国が弱いところというのは、そういう中央の権力政治においては習近平に力をどんどん集めているのはいいんですけれども、個人崇拝まで行き過ぎると、これはやはり党内でかなり強い反発が出てくるというところ、もう出てる、もし最近出てますけどね、そういうのももちろんあるし、もちろんまあ、習近平政権ができるときに白起来に対して随分批判が集まったのも個人崇拝と絡んだ部分がありましたので、そういう声はやっぱり大きいんですね。あともう一つの論点は、権力中国政治を見る場合にやはり中央の中南海の中の権力政治と同時に、国家と社会、中央地方の権力の争いですね。このところで言うと習近平政権は、それほどですね、地方や社会に対してのまあパワーというのを十分に持ち得ているわけではない。もちろん統制してますし、監視社会作ってるといろいろ言いますけれども、また反腐敗やりますけれども、逆に、まあ、社会の方あるいは地方政府の方が萎縮しちゃってまして、ものをやらないというサボタージュ傾向が非常に強まっているので、李克強にしても習近平、特に李克強ですけども、が随分言ってますけれども、なぜ地方が中央の命令を聞かないんだと、中南海の命令をどうして聞かないんだというふうにこう党内部でも起こるというふうに怒り出すということが起きてますね。今確かに一つの目的を実現するためには、そのガバナンス その力を高めるということがかなり重要なものなので、その結果はその実現するものとの関係の中で見なきゃいけないというふうには考えているんですが、ただ一般の僕たちみたいな社会で生きている人間から見れば、かなりその言葉は悪いんですが独裁的な傾向になってしまうというに見えるわけですね。実際はそうじゃないかもしれませんが、ただ中国の社会の国民は今まで例えばその党の指導体制に関しても憲法では条文ぐらいだったとか、その任期に関しては2期5年にしてたとか、2期だから10年でしたっけ、したものが今回大きくダイナミックに変わってるっていうことに関してはあまり反発はないんですか。いや当然ながら反発は出てくるわけですけれども、あまり強く反発するとすぐ捕まりますし、批判されますから、習近平のことを少し批判するくらいできますけども、公の場で言えば大変なことになりますので、
皆さん黙っているというところですし、まあ、批判の声はいっぱいあるわけですよね。そこはもうただ要するにこう胡錦涛と習近平になって変わったことはもうとにかく非常にハイテク政権ハイテク権力ですので、人々の言論も あるいは人々が使っている言葉の動向から何から全部メタデータでキャッチできますので、そうした意味では発言はしにくくなってますね、社会の方からですね。伊藤さん、中国、まあ、そういう力を吸収行動しやすいような形に持っていた中国は経済的なもので何を実現しようとしているんでしょうか。まあ、先ほど川島先生からもお話がありました通り、まあ、中国は今非常にこう国民の多様な価値観の登場と、まあ、それを十分満たせていないという、まあ、矛盾を抱えているという状況だと思います。それはまあ経済に関しても同じでして、こちらを立てればあちらが立たずみたいな難しい問題があります。で、まあ、それをこうどう処理していくかという意味で、まあ、非常に、まあ、強い危機感を抱えているんだと思うんですね。その結果としてできるだけ権力を集中し、まあ、そのできるだけこうトップデザインといいますか、うん、高みに至って制度間の調整をしていかないと、中国の抱えている諸問題は解決できない、まあ、そういう認識があるんだと思います。ただ先ほども不作為であるとか、あるいはまあ忖度が出ているという問題が、まあ、中国内でも、まあ、言われることがあるわけですが、忖度って言葉は中国にあるんですか。似た言葉はあるそうですけども、結局そのトップの権力者が箸の上げ下ろしまで全て指示をしなければならないというのは非常にまあ逆に非効率にもなるわけですね。ですからまあそこの人事ではなくて、やはりルールベースのガバナンスというのをある程度作っていかないと、まあ政権自体が十分回っていかない、そこのまあ矛盾というのがまだ十分に解消できていないというのが今の状況かと思います。これちょっと向け川島さんに戻る方がいいかもしれないですが、確かにその国民の要望をですね、まあ、物資的にものが足りないときにそれをちゃんと対応しますという局面から、生活の質とかね、あるいは不安とか、日本も老後の不安とか環境とかいろんなことありますよね。つまり今言ってる話はそれに対しても対応、矛盾があるから対応しようという話を、ガバナンスのあり方としてそのある程度かなり強い強権でやっていこうっていうという一つの実験ですよね。日本も同じような問題が問われているのが、これはそういうふうに見ていいんですか。そうなった場合どっちがそれを課題解決できるかと。やっぱり今伊藤さんおっしゃったように、中国がまあ経済発展しながら、特に沿岸部中心に非常にまあ豊かで、外国の経験もあるような人たちが多様な価値観を持つようになってきたわけですね。それに対して共産党は一党独裁を続ける上で、1981年にできた需要矛盾というのは、人々の物質的な需要に対して生産が追いつかない、だから単純に数値を伸ばすんだという、そういう需要矛盾、それに対して今度は美しくて良い生活ね、それを実現したいという欲求に対して生産が不均衡で不十分だという、そういう矛盾に変えたわけですね、習近平が。でこの美しくて良いってこれ形容詞ですから、形容詞は測定できませんので、そうしますと今度は価値を党の方が決めると、何が正しいかということを決める、我々は正しいというその規範というか基準ですね、それを作るということに転換したわけで、まあ人々の多様性をまあ認めながらも正しさを共産党が作ると、それでもってまあ価値や道徳みたいなところで、そこをこうまあある種の共産党の資源として握りたいということなんだと思いますね。伊藤さんにまた戻りますけど、今の話を見てもだんだんいろんな疑問が出てきてるんですが、確かに中その今の問題、つまり国民の求められているニーズに対してそれをどういうふうにするかということに関してある程度理解できるところがあるわけですね。ただ一方で中国は国有企業を逆に強化して国家主導のいろんな産業政策をベースにしてかなりハイレベルの形をやって、その世界の中でそれを競おうとしていると、まあ、それから国民そのいろんな市場化すればするほどやっぱりその国民のニーズが出てくるところに関して党というものとの連携になってくると。でこういう姿が今言ったクオリティオブライフというものを実現するという仕組みになり得るんでしょうか、どうでしょうか。まあ、そこをですね、上手にやっていかないと、政権に対する支持が失われるということを政権としても気にはしているんですね。もちろん最終的に何がその中国にとって正しいかということを決定する、まあ
力というのは今の共産党にはありますけれども、世論が本当はどうなっているのかということをかなり気にしている感じがあります。ですから実質的にどれぐらいその政策に反映されているかということについては検証が必要だと思いますけれども、公聴会をしっかりやるであるとか、あるいはその業界団体との関係を密接にしてそこから その情報収集を行うとか、そういったその単に上から指導するだけではない模索というのもですね、実際には共産党は行っているというのが現状だと思います。増田さん、増田さんの研究対象がそこに該当しているのかちょっと分からないんですが、その一方で中国はかなり技術開発をして、さっき川島さんも少し言いましたけど、顔の認証から治安の展開から、つまりその非常にそのリスク管理とかいろんな問題に関して技術開発をしていて、これも安全保障上の大きな課題なんですが、しかもそれをかなり高いレベルでやろうとしていると、その世界的な安全保障上の大きなシステムの変換に伴うようなね、これはどういうふうにその中国を描いて、それは一つ大きな我々が注目しなきゃいけない問題になっているんでしょうか。AI もそうですね。AI とかロボット技術とか、ロボットとか、必ずしも私はそこを専門ではないんですが、例えば AI について申し上げると、それはやっぱり中国の強みというのはビッグデータを持って抱えているというところで、AI というのは例えば顔認証だとおっしゃったようなところは、やっぱり常に更新していかないといけないという、その技術の更新のためにはやっぱりビッグデータで常に実証をしていくと。それを今まで独占してきたのがアメリカだったわけですね。例えば Google であるとか Facebook のシステムだとかって、そういうのは結果として AI につながるような技術の、更新につながってきた。でそれができる、規模を持っているのが中国であるというところで、これまでアメリカなり、アメリカをが、ほぼ独占的に、抱えてきたところにチャレンジできる、体制を持っているのが中国だという、そこでアメリカの中でもかなり危機感というものが、率直に今表明されていて、そこがアメリカにとっての安全保障リスクといったときにですね、国防省も含めてですね、そういったその面での競争といったところを指摘する人がかなり今増えているという気がします。確かに今の話は確かにその AI を含めた軍事技術の自動化とかいろんな問題に関してはかなりアメリカもやってるんだけど、競争になっちゃってて、これ誰がこのルール化するかって、誰か止めないといけないんじゃないかっていう議論が今ちょっと起こるほど進んでるわけですね。それぐらい大きな激しい競争が起こってるっていう話が今あるんだと思います。ただそれも中国の場合は、他の国は企業を、基本的に政府とはつながってると思うんですが、こっちは国家戦略としてできるというかなり強みがありますので、それから見ると民主主義とか市場社会、市場経済というのは弱いという、逆にという問題があるので、いいところこう疲れているところがあるという問題もあるような気がしております。2つあると思うんですね。1つはこう規模ですね、今申し上げた規模と、もう1つはスピード感といいますか、その2つで、中国は、軍事面への転用という、今軍民融合というところを改めてイノベーションと合わせる形でこう言ってますが、それができるというところが中国の、ある意味強みというところだと思います。こういうようなそのいろんな動きがあって、その今の話だけでもテーマがいっぱいあるんだけど、こういう状況の中で日中関係から見れば、世界が大きなその不安定化を、地上が不安定化する中で、しかも平和的にもいろいろ北朝鮮問題いっぱいある、それから日本の今後の将来像も、将来の生き方も考えながら、日中という問題をどういうふうに考えていけばいいかという議論が最後の大きな議論なんですね。でとりわけ今年は日中平和友好条約で40周年だと。で実は平和、国交正常化から平和友好条約、それから今まで4つの政治文書を見てても、本来日本と中国はこのアジアの地域の平和と発展には厳粛な責任を持つと。僕はこれ非常に重要な話で、昔やってた外務省の OB の人に、それあれ本気で書いてたんですかと。本当はただ言葉で書いてるんじゃないですか、本気だって言うんですよ。であればそれを考えなきゃいけないっていう形がちょっとある局面に来てるような気がしてるんですが、今年のこの時期安倍さんも訪中する可能考えがあり、李克強さんも来ました。日中関係にとってはかなり大きな改善というか促進する環境にあるんですが、日中はどういうふうに今後関係を発展させればよろしいんでしょうか。川島さんからお願いします。
今日の一連の議論の中に随分ヒントがあったと思うんですね、うんうんうん、でまず第一にこれは増田さんおっしゃったように中国は近海において軍事面でアメリカを凌駕する力を持ち得ると、うんうん、近海は自らの周辺、うん、で中国の軍事力はグローバルにアメリカに追いつくのは到底無理だけれども、うん、近くではできるし、うん、またあるいはアメリカの弱点を、まあ、サイバーとかですね、いうところではつくようになっている。これはまさに我々の問題、日中関係に直結する話なわけですね、うんうんうん、ですから軍事的に言うと明らかにこの、まあ、東シナ海あたりも含めてですけども、うん、アメリカの優位性は落ちてくる、うん、その時どうするのかということはこれは考えなければならないことですね、うん、ですから日中関係においてはこう大きな軍事安全保障上のリスクが日本に起きている、これはもう大前提です、うん、でそれを前提にした上でですけども、今出てきたイノベーションの話ですよね、うん、でこれは AI の話は中国にとっては、まあ、今後起きるエイジング、あるいは生産労働人口の激減に対して AI にどう対応するかという話がある、うんうん、それは政府がって話がありましたけども、結構民間もやってるわけですね、うん、で顔認証システムまで民間から出てくるものでしたし、うんうんうん、まあ、そういう意味では民間も彼ら頑張ってるんです、うんうん、中国は民間はどう支えられるのかの方が焦点ですが、うんうん、そのやはり次の第4次産業革命と言われるものをですね、どこの国がリードするのかってことはこれが大問題なんですね、軍事的にもいろんな意味でも、でそれはアメリカも含めていろんな国に競っている中で、まあ、日本や遅れているとするならば中国とどう協力していくかってことは、うんうん、視野に入る、うん、もちろん軍事転用については大問題ですけれども、うん、それ以外についてであれば、うん、日米欧中印とかですね、うん、非常に広い範囲でやって日本としてはキャッチアップしていく必要がある、うん、3点目はですね、先ほど の, その経済の中で出てき、うん、あ、中国の国家目標の中で出てきたような美しくて良い、あるいはクオリティオブライフですね、うん、まあどれくらい本当に中国習近平政権が本気かとか別にして、うん、とりあえずああいうふうに言ってしまいましたから、この部分は日本にとっては有利な理由、うん、つまり1981年段階で前回中国が使用矛盾を変えた時に、需要に対して生産が追いつかない、だから生産するんだという時に日本は ODA で中国の発展を助けましたね、うんうん、で今回36年後にまた使用矛盾変わって、クオリティオブライフでいけば日本の方がまだ優位にありますので、うん、そういう面で環境ですとか社会保障面とか、そういういろんな面で日中は協力できることが増えてきました、うん、前回李克強さんがやってきた時の日中間の話し合いの中に随分この案件盛り込まれていましたので、うん、そうした意味では次今後、まあ、中国の新しい国家建設にもある程度、うん、まあ、そういう形でもって日本は国益を発揮するとすれば、うん、今申し上げた数点を考慮した上で、つまり軍事面とイノベーションも考慮した上で、うん、社会保障をその他でもって協力するということが十分にあり得るだろうというふうに思っています、うんうん、はい、伊藤さんどうでしょう。はい、まあ、今その中国自身がトランプ政権の誕生に伴って解放を試されているという状況だと思いますが、まあそういう状況の中で中国自身は自主的な解放という名のもとですね、これまでよりも解放のペースを早めているわけです。それがその中国自身の発展にもなるし、日本も含めたその東アジア世界のためになるというメッセージをですね、しっかりと日本が中国に対して出していくということが必要ですし、それを加速していくということがやはり互いのためになるということもしっかり訴えていくということが必要だと思います、うん、でそれに加えてその新しいその WTO の姿をですね、EU ですとか他の国とも連携しながら中国と一緒に作っていくということが今試されているんだと思います。そこの分野におけるその協調というのをですね、しっかりと進めていく必要があるだろうと思います。とりわけ先ほど来 AI などの話が出ておりますけれども、どうしても IT のこの新しい世界の中では民生の技術と軍事技術というのはほっといても密接にかなり重なり合うところがあるわけですけれども、何をその民間企業としてですね、触ってしまったらこれが安全保障に関わるのかどうかっていうところの、そのルールもしっかりしておかないと、これからのその、国際間の、アライアンスって非常に難しくなっていきますから、そういう分野も含めてですね、新たなルールをしっかり作っていくということが必要なのではないかと思っています。増田さんどうですか。安全保障の面から申し上げるとですね、最近の日中の関係改善の動きっていうのは、いくつか成果を出しつつある。
一つが、5月の李克強さん訪日の時に、海空連絡メカニズムのですね、運用開始といったところで覚書が成立したということですね。まあ、ただこれで十分かということになると必ずしもそうは言えないだろうと。で、まあ、海空連絡メカニズムは基本的には軍隊同士の動きを、まあ、マネージしようと、まあ、危機管理のメカニズムだと思いますが、やはりグレーゾーンと呼ばれる事態というものはかなり中国に有利な形で、まあ、グレーがより黒く濃くなってきているという感じは、まあ、やっぱりします。でそうした時にですね、今まで我々が考えてたのは、グレーゾーンといいますか、それをミリタリーのダイメンションにエスカレーションさせないということが大事だ、うん、これは今も変わらないとは思うんですが、うん、そのためにはやっぱり我慢も大事だという、うん、そういう理論だったですね。自衛隊あと軍事力をどう見せるか、シグナルとしてどう使うかといった時にかなり慎重であった、まあ、これは常に慎重であるべきものだと思いますが、その一方で、コーストガードの船の数というのが恐ろしい勢いで中国を増やしてきたというのがあると、うん、必ずしもその日本が有利な形でマネージできるかというのがあると、それはかなり悲観的にならざるを得ないわけですね、うん、そうした時にどういう、手段というものが我々としてあり得るのかと、うん、自衛隊も含めてですが、その見せ方というものは 今一度、考えないといけないし、その一方でその防衛交流とか呼ばれるもののですね、安定的な、コミュニケーションというものも維持するって、なかなかこの2つの違うベクトルのものを同時にやっていくというのは難しいなというふうには思いますね、うん。さっき その海空連絡メカニズムだけよく分からないけど、何が実現したんですか。つまりいろいろあったけど、今あるのは単なる現場レベルでの何かあった時に周波数で連絡するっていう、それだけじゃないんですか。交流とか定期協議とか上の本当のホットラインとか、そこまではできたんですか。海空連絡メカニズムは3つ柱があって、うん、1つがアニュアルミーティングといいますか、うん、まあ、簡単に言うとスタッフトークス的なものを、うん、将来的には想定されるんだと思いますが、お互いの 軍人同士がですね、まあ、どういった行動危険と思うのか思わないのか、そういう、まあ、すり合わせというか、そのコミュニケーションを通じて将来的には安全の基準というものがですね、まあ、寄り添ってくることが期待されるという。で2つ目が、まあ、おっしゃったホットラインを作る作らないと。で3つ目が現場のコミュニケーションを、まあ、英語を使ってだとか、どの周波数でいくということなんですが、まあ、これは2007年にやろうと当時、まあ、合意されたわけですけども、それから十何年かかったと、うん、ただ現場では確かにですね、それがなくても何らかのコミュニケーションって安定を保ってたんだと思いますが、ただこれが運用開始になったということで、まあ、基本的にはその場あるいはその他のものを使ってですね、今後の、自衛隊と、解放軍との間の、まあ、交流というか協力というか、それを話し合う場というものが、まあ、恒常的に、提供されるということではあろうかと思いますね、うん、はい。最後の質問になるんですが、この世論調査の最後の質問にかなり近いんですが、日本と中国、まあ、アメリカがああいう状況だということもあるんですが、まあ、アメリカをどう見るかという答えもあるんですが、結局日本はどういう立ち位置を持っていけばいいんだと、まあ、中国は一帯一路の動きを進めて、その中で日本も協力すべきだという話があって、それに対してどうだという議論もあります。ただ中国は一つの大きな明確なある程度考え方を、まあ、その中身はまだよく分からなくてもある程度示しているわけで、いろんな形 でそれに対して日本はどういうふうに今後立ち位置を持って、中国の大きなこうチャレンジに対してどういうふうに対応し、また世界の大きな変化の中で日本はどういうポジションを取って日本の将来を考えていけばいいのか、これは皆さんどう思っているのかということですね。で逆にちょっと増田さんが、これが最後の質問で、最後の締めを川島さんお願いします。まあ、ここに興味深いのはやはりアメリカに対する信頼感といいますか、かなり下がってきているというところはあろうかと思います。まあ、したがってですね、アメリカというのは、まあ、決定的にこのパワーのバランスが変わる中において、まあ、
その存在自体が極めて大事だということは変化ないと思うんですが、でアメリカ以外、まあ、中国という言葉も出ますが、もう一つは、まあ、いきなり中国というところに飛びつくわけにはやっぱりまだいかないという気はいたします。したがって、まあ、ライクマインド感といいますか、我々と価値観なりを共有する国々との協力関係をどう深めていくのか、それをも基盤を作った上で、中国とどう向き合っていくのかといったことになると思いますので、まあ、一つはあの安全保障で言えばオーストラリアとかですね、あるいは最近はインドとか、そういった、まあ、比較的、まあ、インドはアメリカのプレゼンスをどう考えるかというのは微妙だと思いますが、そういった蓄積がある国との関係をまず作るということと、うん、もう一つはあのアメリカ以外の、まあ、G7 とか G6 とか分かりませんが、そういった国々との関係の強化というのをまずスタートすべきだと思います、うん、はい、伊藤さんでしょう。はい、アメリカのその日本から見たアメリカの重要性、まあ、経済面においてもですね、短期的にすぐなくなってしまうというわけでは当然ありません。ですからそのアメリカが要求している、まあ、解放事項についてもですね、まあ、ある程度、まあ、お付き合いをし、まあ、解放していってもその日本としては十分その成長を保てる、競争力を強化できるという体制をまあしっかり作っていくという、まあ、ことが必要だというのが一つ、それから、中国自身、まだその、輸出依存度も高い経済でありますから、中国自身その多国間主義、それから自由貿易主義って必要としているという状況だと思います。そういう状況ですから、まあ、今こそですね、中国によりそれにもっとコミットをしてもらうということが必要なんだと思います。うん、ただまあ日本単独でそれを要求するといったときに、まあ、どれぐらいの力を持ちうるかということもありますから、先ほどのライクマインドカントリーじゃないありませんけども、まあ、EU ですとか他の国とですね、中国に積極的に働きかけをし、その場限りの対応ではなく、その新たなルールを作っていくという、うん、まあ、次元でですね、うん、働きかけをしていくということが極めて重要だと思います。はい、川島さん。あの、まあ、世界的には今民主主義の国は減少しているわけですね。うん、で加えて中国が、まあ、出ていくときにですね、あるいは民主化を要求しないわけですけれども、中国という巨大な資金を持ったグループと、まあ、今民主主義のあるいは先進国はお金がないので、金のない民主主義国とあるいはリーダーと金のある中国がせめぎ合うと、当然ながら金がある方に行くわけですね。ですからあのどうなんでしょうね、中国の力ってまだこれからも増すかもしれませんけれども、お話聞くとやっぱり4象限ですよね。つまりそのアメリカ中国っていうのがあるときに、まあ、両方に頼るべき、両方と一緒にやるべき、アメリカとはやるが中国とはやらない、アメリカとやらず中国とやる、両方ともやらず日本独自にやるって、この4つの証言が出来上がるわけですね。今どちらかというと日本はアメリカと一緒、まあ、かなり安全保障でも完全にアメリカであって、経済の面では両方ということになっているわけですね。ところがアメリカさんが自由でリベラルな秩序維持に対して、ね、それを維持するところにあまり熱心なくなって、オバマが世界の警察であるのはもうできませんよと言い始めて、で今度は自ら交換税を課すようになったわけですから、そうなると自由でリベラルなものがどこに行っちゃうぐらつくわけですね。でそうするとやっぱり答えっていうのはいくつか出てきて、まずこれは時間的な段階論があるわけですね。やはりまず今の段階では、アメリカが、帰ってくるのを、ま、待つわけですね。でそうするとその増田さんおっしゃったように、まあまあ、EU であるとかオーストラリアであるとか、まあ、同じような価値観を持った国々とまずは一緒になって、でアメリカを、まあ、食いとどめながら、あるいは帰ってくるのを待ちながら、中国に対しては伊藤さんおっしゃったようになるべくこっちのルールを共有して、今の段階では中国にとって世界が自由貿易だとかいいでしょと言って、まあ、今こっちコミットしてなるべく勝手にやらない、中国の時間をゆっくりにしてもらう、アメリカもゆっくりにしてもらうということをとりあえずやるのが第一段階ですね。ですから、アメリカを食い止めるという観点においては中国と日本は一致してますから、今日中は接近するわけですね。ところが日中のこの接近が戦術的か長期になるかはアメリカ次第であって、トランプさんが2期やって、その次の大統領もトランプさんのようであるならば、これは戦術からもっと長い話になるわけですね。そうするとこれがかなり厄介になってくると、その第2フェーズに多分入って、アメリカを軸にするのはきつくなるので、同盟国プラスアルファでいくとかという話にが選択肢で入ってくるというわけですから、まあ、アメリカの動向、中国の動向を見極めながら、なるべく今の状況にでやっていくけども、そういう中国にこうかませるけれども、時間的推移あるいは状況の変化に対しては敏感でいなければならないということかなと思います。はい、
今日は中国の問題をどう読めばいいのかという形で議論してきたんですが、実はこの今日のテーマというのはかなり大きなテーマで、日本の将来を決めかねないテーマなんですね。で、専門家の議論をよく見ててもやっぱり意見にかなり高度なレベルで違いが出てきているわけですね。で、最初それはやっぱり世界がここまで大きな変化をしている中で、日本というものがどういうふうにこの状況の中で日本というものを作っていくのかという段階に来てて、残念ながら政治からそういう問いかけはまだないという状況なんですが、で、我々はやっぱりその中で日本と中国と韓国で世論調査をずっとやってきたんですが、やはり国民レベルでは平和と協力発展、これは合意してるんですね、7割ぐらいが。つまりこの地域の平和と発展というメカニズムを共同で作っていくと、単なる交流ではなくて、そういうことを民間の動きである程度基礎作りを作れないかということの今作業をゲノピを始めています。で、やはりそういう議論をしながら、やっぱりアジアは非常に重要だし、日中韓とかこれ重要ですよね、世界的に見ても。だからこの状況をやっぱり大事に考えていこうと思ってますんで、こういうからの議論もこういう形をどんどん進めていきますので、また参加していただければと思ってます。じゃあ本当に今日は皆さんありがとうございました。